はい、こんにちは、秋華堂の田中でございます。はい、今日はですね、この素材の力展において、私どもから昔から取り扱っている柿沼博樹さんを紹介したいと思います。で、柿沼博樹さんの絵ですね、大体昔からのなんというかバーッとこう風景が展開してて、特撮なんかゴジラみたいなのがいて、いろいろ鳥さんみたいなのがとにかくこうなんかこういっぱいも動物がたくさんいるっていう作品が多いんですけど、あとそれから異文化の会合みたいなのが多いんですけどね。で、今回はヤギにこだわった作品を2つ描いていただいたんですけど、今回は特に技法にねこだわって特にやっていただいたんですね。で、今回の油絵とテンペラ絵の具をそれぞれこう両方使って何層にも重ねて描くっていうのがまあ特徴でですね、まあ、テンペラ絵の具ってよくあの教会の壁なんかに描いてるのがテンペラ絵の具なんですけど、テンペラ絵の具ってまあ要するに卵なんですよね。卵をカシカシカシ、まああれすき焼きみたいなもんですよ、テンペラね。あれにこう絵の具を混ぜると、まあ普通すき焼き食べるときはね黄色くなっちゃって醤油入れると黒くなりますけどね醤油の代わりに絵の具混ぜるってなもんでね、そうするとこう色が出てくると、で黄色以外の色にちゃんとなるんですよ、それがね。で、テンペラっていうのは何がいいかというとですね、まあテンペラって要するに何ていうかな、粘り気のある水彩みたいなもんなんで細かく描けるらしいんですよね。ところがこの油絵の具っていうのはちょっとその細かく描くのには若干まあ天ぷらに比べて適してないと、もちろん油でものすごい細密に描く人いますから、まあ比較してのことなんですけど、まあそんなこともあって、これはなんていうかな、この素材のためにこういうモチーフを選んだというか、こういうモチーフのために素材を選んだというか、まあどっちなのか微妙なところですけど、このまあ一番単純なところで言うと、この白さにね注目してもらって、この白さ、このヤギさんの肌じゃないな、表皮、毛並みの白さっていうのはテンペラ絵の具 の, その繊細さからこう引き出していくことらしいんですよね。まあ白さっていうのは結局光を反射するっていうことなんですけど、その光を反射するっていう機能においてやっぱテンペラ絵の具、まあ卵ですね、卵の力がすごいあるということですね。これはまあ絵描きしか知らない秘密なんですけれども、まあ、そのことがこの絵のコントラストってのがあると思うんですけど、まあ、この暗いところとこの明るいところのコントラスト、それをその天ぷらと油絵の具というものを使って引き出しているということですね。ということで、まあ、今回はそのこのモチーフの不思議さもあるけどテクニックを、ね、堪能してもらったらいいんじゃないかなと思います。ということで、ありがとうございました。